ちょっと待って。これ、あ、全部自分の荷物なので、まずあるのが。そして、これが、ちょっと待って、なんか、もう、あれだね。これ、1、2、3が、レイクノットシティに持ってくものだろうね。おお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 。聞いてください、これ。ちょっと待って。普通の人じゃありえない速度で。大丈夫？全部積めるかな ?70、ん？よいしょ。あ、下ろすになっちゃったな。まだあるよ。自分のやつが。もういっぱい？自分のやつがあるよ。積めないと。積めないね。置いていこうか、一旦。あれだ。あ、待って。これは置いてっていいね。これと、使用済みのものはしょうがないので、あー、待って待って待って。これはフィールドに置きます。これも置きます。待って待って。使用済みは、ごめんなさい。一旦ちょっと置かしてください。OK して。はい。うわあ。使用済み、使用済み。これは持ってけるかなと思うんですよ。いいか。こんなんで。このグレネードゼロ。詰める？そんな重いかな、グレネードゼロ。はい。血液グレネード。これ、これ、これ。あ、じゅ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 。まあ、大体こんな感じですかね。よし。そしたら、上から行って、お、ちょっと待って。セラミックとかあるよ。これ重たいんじゃない？セラミックって。40って書いてあるのは、40キロってことなのかな？これで8、あ、違うな。タールのサンプル。持ってない。ごめんね。あとで、来ます。じゃあ。それでですね。最適化して、ここになんで落とし物があるんだ？こんなところに。すいません。あ、これフィール、あ、まあ、これはいいや。で、ごめんね。置いていく。このタールのサンプル、大事そうだけどね。後で取りに来ようか。よいしょ。さあ、おどど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 、いきなり転びそうになっちゃうね。はい、よいしょよいしょ。階段がすごいな。階段がどど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 。落とし物がまた、どうした？みんな。落とし物。はい。どこに届けるのかなと。ここか。よし。こっちでいいのかな？はい。うわぁ、すごいすごい。新しいところに来たって感じがしますね。おお。はい、こんな感じです。ちょっとマップ見ましょうかね。あ、ここまで行くという感じだね。まっすぐ来た。Get out of my mind.
はい、着きましたね。レイクノットシティ配送センター。まあそんな距離ないけど、こういう場所ですね。暗くて見えないけど、洞窟の中なのかな。入ってみましょうね。よし。付着したカイラル物質を洗浄。はい。異常なし。ようこそサブポーターブリッジ。はい。お疲れ様。さて、荷物をじゃあ納品をしましょう。はい。はい。納品します。これですね。はい。はい、納品と。レイクノットシティね、着きましたね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。船が来るのを見ていました。はい。せっかく来ていただいて申し訳ありませんが、はい。荷物は安全なものでしょうか。わかんないよ。入っていません、ね。わかんないよ。外のセキュリティは通過していますが、うん、荷物を確認します。お願いします。大丈夫だと思うよ。だって安全を確認、船に入ってたからね。状態は素晴らしい。転ばなかったよ。大丈夫だよ。あ、本当。なんとまあ大事なものなんだね。じゃあ、はい、大丈夫と。はい。UCA 加盟の各施設でセラミック。おお。セラミックになるとなんかいいことあるのかな。はい。エリートハンドラー。そうなんだ。なんかいいことあるのかな。はい。疑ってすいません。いいえ。何しろ物騒ですからね。そうだよ。あなたがキューピッドを持っているんですね。やはり。はい。どうぞお願いします。はい。ありがとうございます。とっても真摯な方ですね。レイクノットシティがつながりましたね。おー、 あんなに遠いのね。なるほど。 K-4 レイクノットシティ、ダミー荷物、何スモーク、おあ、この外側の看板も見れるんだね。おー、すごいすごい。はい、ありがとう。よし、カイラル通信がつながった、うん、待ってました。はい、ありがとう。キャピタルノットシティとも情報が共有できます。うん、あ、キャピタルノットシティね、 K の2ね。のセキュリティも向上します。はいはい、いずれ市民の不安も収まっていくことでしょう。うん、第一次遠征隊として来た頃はまだ良かった。あ、そうなんだ。少なくともテロや都市外部からの接触に怯えることは、この方は第一次遠征隊の方なんだね。この先もお気をつけて。はい、どうかご無事で。ありがとう。ありがとうございました。こちらこそ丁寧な方だな。あ、アメリー、グラウンドゼロを超えたのね。グラウンドゼロ、おめでとう。そしてありがとう。はい、でもこの先はさらに厳しくなる。本当に、どうした。私たちが訪れた時は、うん、このエリアはまだ安定していた。なるほど。ミドルノット、レイクノット、ミドルノット、サウスノット。はい。そもそもこのエリアはフラジャイルエクスプレスの配送網と契約して都市をつないでいた。なるほど。はい。でも1年前状況が一変。はい。テロ行為が多発するようになった。うん。最初はミドルノットが全滅。使われたのは旧世代の核兵器。核兵器。その後サウスノットシティは破壊させられて、あららら、たくさんの犠牲者が出た。はい。この先はブリッジズの施設だけで都市をつなぐことは難しい。なるほど。どうするの？ UCA に加入する意思のない孤立主義者たちの手を借りるしかない。孤立主義者たちの手を借りるしかない。第一次遠征隊が訪れた時から状況は大きく変わっているようだ。うん。ミドルノットシティの消滅によって計画を変更せざるを得なくなった。うん。言うまでもないが、我々には新たな結び目を建設する余力も時間もない。
代わりになるのはプレッパーズのシェルター。プレッパーズ、はい、あたりのプレッパーズたちを使って地道にバイパスをつないでいくしかない。プレッパーズには孤立主義者が多い。孤立主義者。 UCA の加盟を簡単に承諾すると思うか。確かに我々 UCA への加盟は期待できないな。なるほど、そういう方々がいるんだね。民間配送業者のフラジャイルエクスプレスと契約している。なるほど、フラジャイルを利用するというわけだ。ああ、そうなんだ。そうだ、了解。彼女も協力を申し出た。彼女の見返りは何だ。それは分からん。だが秘密への復讐心は本物だ。復讐？彼女の組織を崩壊させ全てを奪ったのは。ああ、そうなんだ。憎しみや恨みは時が経とうと壊れない。ここから先は平坦な道のりではないが、前に進むしかない。まずは休んで準備を整えてくれ。なるほど。さあ、到着して休憩をするということだね。いろいろストーリーが展開してきましたね。はい、お疲れ様。ん？あ、海だ。あれ？これ。私に？キープっていうの。キープ。私の言葉で結び目だよ。数を数えるのにも使うんだ。友達ができたら結び目をつける。なるほど。じゃあ、私はサムと会うたびに結び目を増やしていくわ。ビーチには大切なもの、自分につながりがあるものしか持ってこられない。大切なものだよ、僕が作った。あ、作ったんだね、サムが。おお、すごいすごい。ありがとう、サム。食べる？どうしてここに？あなたのボスに頼まれたの。あ、中入ってきたね。いや、どうやってここに入った？あなたに届け物があるの。うん。ここから先必要なものよ。私たちフラジャイルエクスプレスの ID。 私の血とカイラル結晶が編み込まれてるある種の絆。うん、なるほど。この辺りのプレッパーズのセキュリティはパスできる。あー、プレッパーズね。うん。以前この辺りは私たちの独占配送エリアだった。うん。ヒックスにめちゃくちゃにされた。なるほど。私も。そういうことか。組織も。ああ。信用も。つながりも。それでヒックスに復讐を。うん。君一人で。一人じゃないわ。あの洞窟、ポートノットシティ、そしてここ。私はどうやって来られたと思う？ BT が徘徊する荒野をボイドアウトの危険を犯さず、私はここにいる。私はここにいる。君はビーチを通って。人にはそれぞれビーチがある。私は自分のビーチを通って空間を移動できる。ヒックスと違って BT を呼ぶことはできない。でもあいつを追える。ビーチまでもね。ただしビーチは人によって入り口が違う。通れるのは自分の意識の中のビーチだけ。多元宇宙論って聞いたことあるでしょ？多元宇宙論、はい。大丈夫？どうした？続けて何回も飛ぶのはきついの。血中のエネルギーを消費するから。なるほど。あららら、それで食べてるのか。
エッジノットシティに行くんでしょ、テロリストの巣窟よ。あそこまで行く。テロリストの巣窟か。ヒッグスとの衝突は避けられない。おい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 。いや、俺は運び屋だ。化け物やテロリスト退治は、専門じゃない。私と組まない。おや？私のこの力はあなたに貸す。え？生きる目的は違っても、つながることはできる。うん、あなたを飛ばせる。私のビーチで。ただし、飛ばせる？カイラル濃度が高いところ、カイラル通信、稼働エリア内だけよ。うん、その見返りは何だ？あ、そうなんだ。よく考えておいてほしい。これ、あなたの役に立つわ。必要になったら呼んで。母さんがかっこいいな、やっぱりな。これが繋いでくれる。ちょっと待ってよ。おお、すげえ。傘置いてったのか。うわー、見ましたか皆さん、あれ。ファーストトラベル、フラジャイルジャンプ。カイラル通信接続エリア内にある配送センターまたはセーフハウスのプライベートルームに移動できると。ただし荷物はプライベートボックスに置いていきますということだね。なるほど、ファーストトラベルがこんな形になってるのか。面白いなねえサム。はい、じゃあまた続きをね、やっていきたいと思いますので、また見てください。はい、今日もありがとうございました。お疲れ様でした。